山岸選手、お願いいたします。本日はスタジオにお越しいただきありがとうございます。また今シーズンの熱いご声援、ご支援、本当にありがとうございました。本日、僕のためにこのような場を設けていただいたクラブには感謝いたします。私、山口の井戸は今シーズンをもって現役を引退することを決意しました。ここ数年、40でも40歳でもピッチに立ちたい、そういう思いを持って日々精進してきました。その目標をこの3日で叶えることができました。目標を達成できたという思いと、まだやれるんじゃないかという悔しい思いと、もうこのイニングに来てピッチに立つことはこの先ないんだなという寂しい思いと、いろんな思いが相まって、熟慮した上での決断ですが、正直なところまだ気持ちの整理がつけられていないのが本音です。2001年に浦和レッズに加入してプロのキャリアをスタートさせ、モンテディア・ランダ、そしてこの平松が九州と、多くの仲間に囲まれ、指導者に囲まれ、濃密な18年間を過ごすことができました。1試合の勝利、その中での失点、また敗戦、タイトルを取った歓喜、なかなか勝てない時の苦しさ、悔しさ、この18年間でいろんなものをいただきました。それが今の僕を作ってくれていると思っています。また今後の財政になっていると思っています。常に一緒に戦ってくれたチームメイト、時には厳しく、時には褒めてくれた家族の指導者、ホームタウン、スポンサー企業のご支援をいただいた皆様、そしていつも僕の背中から多くのエネルギーと熱い気持ちで後押しをしてくれたサポーター、ありがとうの言葉だけでは語り尽くせない大きな感謝があります。よく日産うちのチームに来てくれてありがとうとサポーターの方々からお話をいただくことがありましたが、それはありがとうは僕の方であって、こんな僕をチームとして受け入れてくださって、信頼して熱い気持ちを送ってくださるサポーターの方々に本当にありがとうございます。子供の頃から何をするにも不器用で、言葉の表現もスマートじゃなかったり、何度も何度も繰り返しやらないと身につかない自分でしたが、プロとして長く生き残っていくために、常に目の前の勝利を掴むことだけを意識して、日々その日にやれる自分最大限の努力を意識して取り組んでまいりました。自分がなかなか試合に出れない苦しい状況でも、
それを曲げることがなかったのが僕の中での誇りです。怪我の少ないこのような頑丈な体を授けてくれた両親、僕のことを高校からサッカー人生を応援してくれている妻、3人の可愛い子供たち、家族に支えられなかったこの18年間はありえなかったと思います。今は少し離れていますが、本当にありがとうと言いたいです。サッカー選手として山岸のリードの歩みは今日で終わります。サッカー人としての歩みはまだまだこれから続いていくと思います。再びまたピッチに戻ってくるために自分が今まで培ってきた経験、財産、それを指導者として日本代表で活躍できるような素晴らしいゴールキーパーを育てるために日々高みを求め全力でまた前進していきたいと考えております。この18年間で僕のことを応援してくださるたくさんの方々の応援をいただいて、たくさんのお支えをいただきました。本当にありがとうございました。